国鉄105系電車、105系電車、105系電車は、日本国有鉄道、国鉄は1981年、昭和56年から製造した直流通勤系電車である。国鉄分割民営化後は、東日本旅客鉄道、JR 東日本と西日本旅客鉄道、JR 日本に承継されたが、JR 東日本はすでに全廃されている。 それまで地方電化線区で使用されてきた休憩電車を代替するもので、小単位編成蘇生に適したシステムを備える。三大都市圏で使用する通勤系電車は、1980年、昭和55年頃までに一部を除き、新生の電車への置き換えが完了していた。しかし、それ以外の地方電化ローカル線には依然として、戦前から1950年に製造された。 吊りかけ駆動方式の40系や72系などの、いわゆる、旧系国電が、数多く残存し、製造後30年以上が経過して、車体の老朽化や、設備の陳腐化が進んでいた。一部には車体を新性能車と同等のものに、更新した、アコモ改善車と呼ばれる車両も存在したが、走行性能や、整備面での新性能車との差が大きく、車両運用上の支障となった。 このため、これらの路線の休憩国電は大都市圏の線区に最新式の車両を投入することで年出される、新生の電車を転用及び、新生装備で置き換えを進める構想を立てていた。だが、利用者の少ない時間帯に2両編成の列車を運行している路線では、既存の新生の車両では置き換えにくい事情があった。休憩国電では、走行に必要な機器は、 電動車一両で完結した状態で全てのしており、MT 比一対一の二両編成を自在に組むことが可能なシステムを持っていた。これに対して、新生の電車は、長編成を組む大都市圏での運用を前提に、電動車二両で一つの機構として完成するユニット電動車方式、MM 方式を採用しており、二両編成を組んだ場合は二両とも電動車とならざるを得ない。 これは、ローカル線では過剰性能の上に不経済であり、変電所容量などに問題が出る可能性もあった。そこで、休憩国電と同様に、MT 比1対1の二両編成を組むことができるように、電動車一両に走行機器を集約した構造を持つ車両として開発されたのが、本系列である。これが、1M 方式であり、 高年同様の思想を持って誕生した車両を含めて、1M 国電や、新性能を 1M 国電という通称で呼ぶこともある。国鉄における 1M 方式の新性能電車としては、すでに雲湯141系郵便車や143系の事業用車、荷物車での実績があったが、これらは、駅間距離の長い線区を113系、115系電車と並結して、 高速走行するに適した性能を有している。しかし、本系列投入線区は、駅間距離が短く最高速度も低いため、性能面では、むしろ大都市の通勤電車の主力である103系に相当するものが求められる。このため新設計にあたっては、経済性を重視し、システムを簡素化すること、新設計品である主制御機 指定抗菌以外は極力標準品を採用すること、将来の投入が予想される先駆にも配慮したシステムを採用することに重点が置かれた。電動車一両で走行可能なシステムを採用し、電動車一両あたり付随車一両を連結する構成で経済性を確保している。運転に必要な機器類は全て電動車に搭載しているため、一両で入れ替え等にも、 使用可能である。基本は 1M1T であるが、1M2T でも休憩電車の 1M1T に相当する性能が発揮できる。台車と主電動機には、当時の国鉄の標準的通勤系電車であった103系と共通の DT33 系台車と MT55 系主電動機を装備した。六点零七の歯車比、発電ブレーキ付け、大荷重装置。 空転検知装置付である点も103系と同様である。主回路については、簡素化と小型化のため MT55 系四内で永久直列回路を組み、自家並列組み合わせ制御は行わない。主制御機は新たに開発された 1M 方式用の CS51 型で、103系ほどには高加速性能を要さないと判断し、制御段数もより少なく設計されている。 また単一ユニット走行時の上調性確保の観点から電動発電規定指示も最寄り駅まで走行可能なように制に必要な電源は常にバッテリーから供給している。主電動機を台車単位で開放可能とし、非常時にはニコモーターでの走行も可能である。変電所容量の小さい線区を走行する際は、運転台の切り替えスイッチで限り留置を低く設定できるようになっている。 MR147 型指定抗器は、電動送風機を排した自然冷却方式が特徴である。MG については、103系冷房改造時の発生品である MHz97DM61A 容量29羽を流用している。空気圧縮機については国鉄型電車の汎用品である MHz80AC 0型を採用している。 本系列には、大別して二つのグループが存在する。1981年初頭に、福塩線及び、宇部線、小野田線の休憩電車の置き換え用に製造されたグループである。車体の基本構造は103系と同じで、先頭車の前頭部は、踏切事故を考慮した強化型で、運用の都合ら貫通型となり、窓周りに201系と同様の、 黒色人カーと処理を施している。車体断面も単純化され、屋根コンタは中央部 5000R、肩部 250R のごくシンプルなものに変わった。対する103系のそれは肩部から順に 250R1000R2500、R5000R であった。側面は両開きの客用扉を片側3箇所とし、都市目装置は自動、半自動両用である。 無人駅での車掌業務に配慮し、417系、同様に扉の開閉は編成中のどの運転台からでも操作が可能である。車端部側窓上部に電動行き先表示器を備えるが、連結した際に隣り合うのを防ぐため天体シの配置で取り付けられている。内装のカラースキームは201系に準じたものとされた。座席はべてロングシートであるが、 長時間の乗車に配慮して座面の奥行きを深くまた高さを下げたものとしているローカル線での運用が主となるため冷房装置は搭載されなかったまた将来同系列を他の線区に投入する際はそもそも速ブレーキや体幹対節設,設備を容易に追加変更できる構造となっている当初の計画通りに制御電動車 雲ハ105型と制御尺波104型を連結した二両編成を標準としたが、四両編成での運転がある。復縁線には、運転台設置のコストを省いた。中間電動車も、ハ105型と付随車、ハ105型も用意され、雲ハ左ハも白波の四両編成が4本、落成した。雲ハ105系27両、モハ105系4両、 福派104型25両、左派105系4両の、計60両が製造され、福縁専用として、府中電車区、後の府中鉄道部に24両、宇部、小野田専用として、宇部電車区、後の宇部川鉄道部に36両が配置された。しかし、運用の合理化のために、福縁線のもは左派105型は1984年、 昭和59年と1985年、昭和60年に、新造車と同一の運転台を取り付ける改造が実施され、それぞれ雲波105型とクハ104型に編入された。新造車とは乗務員室側扉直後の窓配置が異なる。番号は新造車の続番で、新旧対象は次の通り。また、1984年には、 壁線の72系を置き換えようとして、雲波105系2両と、雲波104型5両が、両区から広島運転所に移動している。現在の陣用は、雲波105系31両と、雲波104型27両の、計58両である。雲波105系の中には単独で増結用とされている、車両も存在している。1984年の奈良線。 和歌山線五条駅和歌山駅間、帰省本線和歌山駅和歌山市駅間、奈良電車区配属の電化開業用及び、壁線、広島運転所配属の休憩電車置き換え用のグループである。当時、折からの国鉄改革により設備投資が抑制されていたことから、ローカル線区向け車両の新造ができず、203系の投入で、 常磐観光船から捻出された103系、1000番台、一部、0番台元半和線で余量になっていた佐波103六66を活用して、奈良、和歌山専用に48両、壁専用に13両の、計61両が改造され、前車は奈良電車区に、後車は広島運転所に配置された。改造工事は、長野、名古屋、吹田、畑生の、 各車両工場にて施行された。改造主車が103系であることから、新規製造車グループとは異なる片側4扉の車体となっているが、制御機器は同様のものを新調しており、台車や主電動機も元々同系であるため、両グループの性能は同一で相互の並結、根結も可能である。なお、客用扉の自動、半自動の切り替えについては、 タネ社である103系のドアエンジンの構造状対応が困難なため、奈良電車区配置車両は通年自動扱い、広島運転所配置車両は通年半自動扱いとされた。ちなみに、広島の車両については、新規製造車グループと並結した場合に相手方の自動、半自動の切り替えがやる、よう、運転台に切り替えスイッチを設けているのが特徴である。 常述の通り車体も、運転台取り付け以外は流用しているため、屋根コンタは百三系のものであり、県部から順に二 250R1000R2500、r 五千0 0 r となっている。側面行き先表示器は、種車の百三系が未装備のため装備していない。MG は、種社、もは102系1 0番台が十9羽のものを装備しているため、奈良電車区に投入したくもは百五型にはこれを、 流用紙が受給上不足が生じることから、広島地区に投入するクモハ105型については、新規製造者グループ同様の29馬のものを装備した。大荷重装置も実用上問題ないため主車のものを流用している。なら、和歌山線向けの改造車には、自動解決装置と電気連結器を設けた。クハ105系100番台以外は、運転台直後の飛袋窓がない。 区派105系0番台は103系時代に ATG の機器室とされていたため、その他は運転台ユニットとの接合場所となったためである。1987年、昭和62年には、仙石線の石巻近郊の区間列車用に、郡山工場で2両編成2本4両が追加改造されている。仙台車両センター、宮城の発出所過去の配置車両も参照。 こちらは103系0番台の4両編成1本が種車とされ、中間の2両を先頭車に改造する形で登場した。制御電動車と制御車の向きは統一されている。追加された運転台の機器の一部は同時期に廃車になった101系のものが採用された。また、当時103系が水色塗装だったのに対し、本系列では白地ベースに赤と青の太たい塗装であった。 民営火事には戦績戦向け4両をそのまま引き継ぎ、引き続き同戦で使用していたが、1990年、平成2年に103系と同じスカイブルーに塗り替えられた。当初はスカイブルー一色であったが、103系との識別のため、2ヶ月ほどで、全面に2本の白帯が追加され、600番台のみ、全面補強が行われている。1998年、 平成10年に浦和電車区から転属した103系更新車に編成に置き換えられて運用を離脱し廃車となった。助籍席後は600番台が横須賀線栗浜駅構内にある横浜支社訓練センターで100番台が武蔵野線新秋津駅構内にある八王子支社訓練センターで乗務員訓練用機械扱いとして用いられており、 塗装もオリジナルのものに変更された。しかしどちらも痛みがひどいため4両とも2008年、平成20年に209系を改造した新しい訓練車に置き換えられた。その後600番台は訓練センター内で、100番台は長野総合車両センターへ配給輸送されてどちらも解体された。民営火事には、戦績専用を除く121両が消棄された。 上記の事故で一両が廃車となったものの、代替車が用意されたので、2005年、平成17年10月に103系改造車の、老朽廃車が発生、工日する間は121両のまま推移していた。2019年4月1日時点では94両が、以下の4区所に配置されている。和歌山線、桜井線、紀勢本線で運行される車両は、先日の通りかつては、 奈良電車区に所属していたが、その後新和歌山車両センター、当時に転出し、現在、奈良線では使用されていない。製造コストを抑える目的から、冷房装置は搭載されていなかったが、国鉄時代の1985年、昭和60年から、集中式 AU75 系列による、冷房改造が始まった。新造車については113系などに似た天井になり、 扇風機はなくなったが、改造編入者の天井は103系と同様の形態になっており、扇風機は残存している。しかし、AU75 系列での冷房化改造には、車体補強などの改造が必要であると、コストのかかるものであった。そこで、1988年、昭和63年からは、河川の直流 1500V を直接電源とする。 床置き型のワウ202系簡易冷房機を雲蛛の室内車端部に設置する方式の改造に変更され、1992年、平成4年には全車が冷房車となった。1989年、平成元年からはワンマン運転対応への改造が実施されており、ほとんどの車両で試行済みである。 新在気派出所所属の車両は、全車が本系列への編入改造時に、自動解決装置も装備されている。新造車グループには延命リニューアル、車内名称、体質改善工事が施行された。内容は、側窓の交換、113系リニューアル車と同等の上段加工、下段固定の黒冊子、窓枠の交換、113系と同様の銀色枠。 雨どいの頂上下、内装化粧板の張り替え、腐食しやすい、箇所のステンレス化などで、同時に区派104型にトイレが設置された。規制本線用については、車椅子対応となり、車椅子スペースも設置されたが、岡山、広島市社管内配置の車両は改造車グループと同じユニットを使用したため、車椅子対応ではなく客用ドアとトイレの間に空きスペースがあるほか、 トイレ前の座席も損置されている。この際は、規制本専用のトイレ設置に際しては、沿線地方自治体の補助があったのに対し、採用地区用は、JR 西日本独自の工事だったことから起きた。この新造車グループに対するリニューアルは全車両が完了した。冷却性能が悪く、しばしば故障するなど信頼性に乏しい W200 に型を搭載した車両は、 リニューアルと同時に103系などの廃車発生品である分散式 WOW102 計算機に交換された。WOW102 型も冷却性能は AU75 系列などには劣るものの WOW202 型よりは向上している。また、103系からの改造編入者ではクハ104から551のみが WOW102 型を搭載している。改造車グループでは103系延命。 NB 工事に準じた延命工事が行われたが、ごく一部に施行されたのみで終了した。1 0 3系では現存する、ほぼ全車が腐食防止のために、戸袋窓を埋め込んでいるが、これもごく少数にとどまっている。現在は、区派車へのトイレの設置が進んでいるが、ドアが、新造車よりも外側に設置されているため、車椅子対応ではない。2004年、平成16年に、 快速、マリンライナーで運用されていた213系が、岡山エリアの普通列車運用に転用されたのに、伴い、岡山電車区所属車両に余剰が発生し、定番台の一部が、リニューアル志向とトイレ設置の上、新和歌山車両センター、現、水田総合車両所ひねの支所新在家派出所へ、転出し、塗装も和歌山市社職である、オーシャングリーンに、ラベンダーに変更された。 2004年の台風16号によって、岡山区海8編成が、宇野線宇野駅構内留置中に高潮により水没し、一緒に留置中だった岡山区の115系 D18 編成と共に使用不能となり、長期間下関地域鉄道部下関車両センター、現、下関総合車両所で修理工事が行われていた。その後営業運転に復帰したが、その時期は115系、 D18 編成より遅れた。2005年10月より、広島運転所、現、下関総合車両所広島支所所属103系で、バンダイ改造車の制御車である、区派105系100バンダイは、元和歌山所属の105系、上気リニューアル車の転入で余剰となった車両。こちらも103系からの改造だが、経年が浅い、制御車への置き換えが進行し、 2007年2月8日に最後まで残っていた区派105から102が区派105から11に差し替えられたことで完了した。2009年11月29日から奈良旅万葉ラッピング列車の第一編成、旅万葉が運行を開始した桜井線奈良旅万葉ラッピング列車の運転を参照。また同年12月6日からコンテスト優秀作品の 万葉の式が運行を開始した。これらは、車内もラッピングされており、座席もケットも、茶系のものに交換されている。なお、103系1000番台からの改造編入車、4、扉車は、種車の製造から45年前後経過して、老朽化が顕著なことから、2015年から運用を開始した227系の増備により順次到達が、始まっている。 広島地区では2016年3月26日のダイヤ改正時に車両を3、扉車に統一し、下関総合車両所広島支所所属の4、扉車が2016年3月25日をもって運用から外れ、同年4月15日付で廃車。3、扉車についても2019年3月16日のダイヤ改正をもって運用から外れ、廃車。 連続が進められている。下関総合車両所運用研修センターの4、扉車については、長らく雲波の実が、増血用として2両在籍していたが、広島支所で余剰になった3、扉車に置き換えられ、2016年6月16日付で、廃車された。一方、和歌山線、帰省線、桜井線用の4、扉車についても、沿線上の愛子化導入対応を含めて、 2019年9月30日までに全車227系1000番台に置き換えられた。車両総数に比して塗装のバリエーションが非常に多いのが本系列の特徴である。なお、名称は便宜上付けたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。